高島市、コミュニティバスは、滋賀県高島市で運行されている、コミュニティバスである。市直への市営バスと、公弱交通、古国バスへの委託路線がある。市営バスは、もともと合併前のくつき村が運行していた、くつき村営バスを引き継いだもので、自家用自動車による有償運送での運行である。運賃は一乗車220円均一。回数券や通勤。 通学用の定期券がある。要事前予約。予約のない便は運休となる。土休日運休。公弱交通が受託。公弱交通が受託。公弱交,交通が受託。横へ、藤江集落付近は道が境いのため、時間によって経由するバス停位置が異なる。公弱交通が受託。方向が左回り、方向が右回り。 公弱交通が受託。方向は午前運転。方向は候補運転。公弱交通が受託。方向は午前運転。方向は候補運転。湖国バスが受託。方向が南回り、方向が北回り。大江中小駅は1日1本経由。湖国バスが受託。牧野ピックランドは土休日の一部便の未停車。 牧野高原民宿村経由は平日一本のみ、水見国バスが受託。ありがとうございます。